はい、ウクキャットです。前回はお花というかね、植物を描きましたが、今回はね、ハワイのワフと、ワイキキからね、東側に歩いてたところにね、あんま歩ける距離なんですけどね、アラモアナビーチっていうところを歩いたんですね。散歩しました。そこをね、アラモアナビーチの景色を描きたいと思います。アラモアナショッピングセンターっていうのはね、非常にでっかいねモールがあるんですね。いやもうね、迷子になるぐらいでかいですよ。迷子になるっていうかね、本当に。いやだからね、そこがね、やっぱ最近はね、人気スポットなんでしょうね、観光でね。みんなそこでお買い物してました。それから、ショッピング、なんていうのかな、フードコートですね。食べ物をね、食べる場所が充実してましたね。まあ、ちなみにそこで僕はラーメンを食べましたよ。日本のラーメン食べました。名前忘れちゃったな。なんか面白い名前だったけど。ガーリック、ニンニクとね、なんか黒ニンニクとなんとかみたいな、まあまあね、そういう、とこがね、この海の近くにありますが、前はねワイキキビーチ描きましたけど、ワイキキビーチからちょっと、もう少しなんていうのかな、ホノルル空港の方に近くなりますね。そっちの方向でなります。またはパールハーバーというのがね、元ずっともいくつありますよね、パールハーバーがあって、そしてホノルル空港ですけどね。今日はね、絵としてね、ちょっと構図をね、面白い、左の方隅っこにね、ダイヤモンドヘッドがね、やっぱね、ちゃんとね、やっぱ見える、入れました。今日もで大きくね、ちょっとね、横長のね、絵にしましたよ。でね、これなんて木なのかな、わかんないんだけど、海岸のとこにあって、なかなかいい木があったので、それをね、構図を作るための、あれとしてね、うまくね、切り取って、まあ、遠近感を作るためにもね、そういう構図のね、絵にしました。ニューヨークに戻ってきてね、あっという間にもう1週間経ちますよ。本当に1週間経っちゃったな。早いですね。なんか今日鼻声ですいませんね。なんかね、もうニューヨーク寒いんですよ。もうね、あったかいトロピカルなとこからなんか寒くなっちゃって、ちょっとね、風邪ひかないようにしなきゃいけないですね。今回の絵も、うまくね、空と海、もう本当にそれをきれいに描けて、そして今日この木、どっちかっていう細かい作業は木の方に行くんですけどもね、この海と空とこういう砂浜とか、こういうのはある程度描き方がね、だんだん自分でね、分かってくるとね、ある意味ね、さほどそんなに大変な絵ではないわけです。その、大きくね、色面を捉えて、大きい筆でね、特に大きい筆とかね、そういうもので描いていくと楽ですよ。僕が使ってる、初めの方はね、もう本当に大きなハケ、もう、平筆でなんていうよりも、もっとね、大きなハケでパッて描いた方がね、ある意味パッてできますのでね。まあもちろん素子と、それと、まあ平筆で描いたりとかね、いろいろありますけれどもね、今日は大きくパッと描いて、そして、今ね、僕使ってるこの筆がね、いいんですよ。僕いくつかね、これも早いからね、動きが早いから。ナイロン筆、も使ってたり、そんな高いものを使ってないですけどね。面相筆ではね、でも僕、水彩の時必要なので、
メンソー筆、これなんかはダイソーの筆ですよ。これ結構使えますよ、安いけど。もうダイソン塗った後に、まあ、近くのね、でもキロン絵を描きたいと思って、今ここの段階ではね、明るいところから描いてます。もうだいたい下のね、ところは下地というかね、はできてると思います。もう海とね、空とで雲の部分もなかなかうまく描けてると思います。で、ある意味、逆光に近い状態っていうか、ほぼ逆光ですけどもね、なので結構この陰影という部分では、その陰の部分をしっかり、だけどあんまり真っ暗系にはしたくないので、よく写真とかで撮るともう本当にそれがむちゃむちゃこう、なんていうのかな、ハレーション起きてるとこと、すごいね、暗くなりすぎるとこってなりすぎちゃうんですけど、実際は僕が目で見てるそういう状態じゃないので、そういう状態に逆にね、してます。まあもちろん、ちなみにここは僕歩いてね、あちこち写真撮ってますのでね、記憶の中だけじゃなくて両方で書いてますけれどもね。なんていう木なんでしょうね、これね。植物なんだろうな。いろいろ、これ今後いろいろまたハワイに興味が出てきたから、いろいろね、調べたり勉強したいと思いますね。このアラモアナ、ビーチ、ここのパークもね、すごくいいですよ。歩いてて、散歩しててね、とても、いいです。実はここはね、初めはね、あれですよ。お友達のね、シンディさんっていう人がいまして、実はそのシンディさんのね、お子様でね、ライアン君っていうのが、10年前のね、ニューヨークウクレレフェスティバル、天才ウクレレ少年のライアン君とね、会ったのが10年前です。もう早いな。ニューヨークウクレレフェスティバルで演奏してね、その後、当時僕がね、ニューヨークのイースビレッジでね、毎週演奏してた場所にね、来てくださって、その時に、シンディさんとかね、サザンオールスターズの奥様、関口さんのね、ベースの関口さんの奥様とかお越しいただいてね、僕がいろいろなんか演奏して、ライアン君も一緒にね、ジョインしたっていうのを覚えてますけれどもね、その時かな、うち、日本のね、ウクレレのね、ジャズームカフェ、うっちーくんもあったな、うっちーさんもあったね。いろいろ思い出ありますね。うっちーさんなんかすごいよね。日本で今、自分の、あの人、ね、ウクレレの学校を持ってて、で、生徒さんがもうメジャーデビューをどんどん輩出してってね、すごいね、ウクレナちゃんとかね、出してるよね、すごいなと思いますよ。皆さん大活躍で、おめでとうございますですよ。まあ、そのシンディさんがね、今回ね、ニューヨークから僕がハワイに行くっていうので、なんかね、いろいろね、連れてっていただいたんです。で、ここのね、このパークもね、連れてっていただいたり、ドライブしていただいたりね。あと、ハワイのチャイナタウンっていうのも行きましたよ。もう、そこでね、お食事したりね、あれなんていうのかな、シェイクみたいなやつですね。僕あんまりよくわかんないんですけどね、飲み物ね。バブルが入ってるやつ。タロイモが入ってるやつ、美味しかったですね。ね。まあ、そういうとこね、連れてってもらったりね。オアフ島のね、ハワイじゃない、ワイキキ側がね、こう、結構一望できちゃうようなね、高い、小高い方、まあ、要は山脈の山の方にね、こう、お家がいっぱいあるんですよ。そこまでね、その展望台のとこまでね、連れてっていただいてドライブしてね。
まあ、途中にハワイ大学があるところですよね。ハワイユニバーシティがある、方に、ね、連れて行っていただいたりね、もう本当にいっぱいよくしていただいてね、いっぱい思い出作らせていただきました。で、その時にね、アラモアナパーク連れていただいたんですけど、その後ね、ここに来たのはその後に、歩いてきたのかな、違う、バスで降りて買い物した後にここ寄って散歩 したんですね。そう。だからもうちょっとね、もう少しこれはね、アラモアパークでもう少しまた上の方なんですよね。いや、いろいろね、面白い経験をしますよ。なんかここのね、アラモアナパーク近くってなんか虹がよくいっぱい出ますね。僕がニューヨークじゃない、ハワイに滞在してる間、最後の方ね、いっぱい虹が見えたんですけどね、これも虹の絵も描きたいなと思うんですけども、ここら辺でよく虹が出てんですよね。なんででしょうね。まあもちろんハワイあちこち虹出るそうですけど、僕知らなかったんですけど、虹って朝出るそうですよ。ハワイ。朝方いっぱい出るらしいですよ。ね。僕は10日間いて、最後の、前日ですね。9日と10日と。もう、大感動しましたよ。ダブルレインボー見ちゃいましたからね。ダブルレインボー。一重じゃないです。二重ですよ。今度それ書きますからね。これ今ちょっと絵の方に戻ると、一生懸命ね、木をね、描きましたね。だいぶ写実的に、一生懸命細かく描きましたよ。ね。立体感出るでしょ。で、砂浜もね、こうなってバランスが大事なので、もうちょっとね、砂浜の方も細かく描こうかなと思って、おりゃーって感じでね。まあ、点描画的に細かいでうわーって描きました。そうすると手前の方がね、またここでグッと閉まってくるので、いい感じになったと思いますよ。まあ、こういうなんか海とか空、海、空、こういうのってある意味ね、空と海だけ描いて、えらいこうもうシンプルというか、ね、これしかないので、ある意味ね、難しいですよね。単純に なりすぎちゃっても面白くないしね。だからこう抜ける感じと、またそれに空だけっていうのもね、もちろん空だけの絵って描いたことあるんですけど、何回も空だけで表現するとか時はやっぱ雲がね、一つのなんかこう味 になったりとかね、いろいろこう雰囲気をね、やっぱこう伝えたいのでね、今回はね、後ろの方にもね、ちゃんと雲があるとこもね、もちろん書いてますよ。なんか自然なね、遠いとこにある、もうハワイの雲って感じですよ。ニューヨークってこういう感じの雲ないなぁ。海辺に行くとあるではあるかなぁ。どうなんだろう。なんかこういう形じゃないですよね。僕がすごく思ったのが、一番初め初日にね、飛行機乗ってきて、ホノルル空港、まあもっともいいかな。だからハワイのいろんな島々に届く前ってね、えらい高度ね、えらい高いじゃないですか。もう3万ぐらいじゃないですか。メートルで分かんないんです、どのぐらい高いか。えらい高いところで飛んでるわけです。そっからね、見た下にね、この雲がね、とちっちゃい下にあるわけです。その上にまたでかい雲の層があるんですよ。でね、ホノルル空港ぐらいのなってくるとね、この雲がうわーってね、層になってるわけですよ。僕が着いた時ね、それをね、こう綿菓子みたいなのうわーって色面になってるとこにこう突き抜けて下に入ってきてね、滑走路の方にね降りていくんですけどね、
いやいやいや、もう、あれはね、もう、びっくりっていうか、感動っていうかね、しましたね。ああいうもの見ちゃう、ああいうのってすごいですよね。こう、やっぱり人間の普通の日常生活ではありえない光景だから、あんなもん、普段見てると、なんかもう、すごいですよね。ね、なんて、この雲を見てたら思い出しちゃいましたけど。そろそろもうね、ほぼ、だんだん、大体ね、完成に向かってる感じですね。あとね、そう、ちょっと雲をね、また丁寧に細かいところをね、ちまちま描いて、なかなかいい絵になったと思いますね。透明界の立体感、距離感、なかなかいい感じで表現できたらと思います。サインを入れてマスキングテープを外して完成といたします。これで 1,2,3,4 作目のかな、ハワイシリーズ4作目。まだまだ描きますよ。もうね、もう僕の体感した、僕が目で見てきた、もう僕の見た、ウクキャットの見たハワイ、ウクキャットを、まあ、体感したハワイをこれからまたお伝えしたいと思います。ありがとう。アローハー。